がとうございます。いや、みんなに結婚してって言われるようになっちゃった無理やりあ、短いなちょっと待って、なんかさありがとうございます。文字数的に入んないかな。入りましたね。こんばんは、ありがとうございます。キャー、口ぶるこい。ま、こんばんは。イエイ、おつぼね相談室、皆さん見てくださりましたか。めちゃめちゃ面白い。今日すごいいっぱい告白していただいて嬉しいです。過去最大踊るよりも握手会するよりも萌え台詞言うよりも今日の配信で増えたということでじゃあ後でマネージャーさんに報告しておきます嬉しい、ありがとうございますはーい最高記録でした。はい、おつぼね相談室を見てくださった皆さんありがとうございました。わーい怪力です更新されましたね、急に。今まで多分ゼロに近かったのに急に現る急に現るよこんばんは、ありがとうございます。はい、先ほどね DMM 配信にて西西さんとねに相談させていただくというね配信をさせていただきました。ありがとうございましたみんなでご飯食べてきたかな。食べてないよ、お家にいました、私。はい、今日のご飯は、あ、モデルご飯食べてないやまだ夜ご飯読んでない、読んでない飲んでない、あー食べてないえ、すごい今日すごい、なんではい、で お悩みを相談するというものでして、なんか1日くらい前に、前日ぐらいに「カイリー悩み考えといて」って言われて「分かりました」って言って、悩みはとりあえず1個用意したんですけれども、やっぱり1個じゃ収まらなくって、あ、いっぱいあるな、どうしようって思ってたら、今日「あ、1個じゃなくてもいいよ」って言われて、あ、そうなんだと思って。何個か言わせていただきましたなんかそれでやっぱり配信で言うことなのでなんだろうな、本当にもうガチガチのゴリゴリのリアルリアルに悩んでることはやっぱり言えないじゃないですか、それはだからなんだろう、こうみんなの前で言える悩みとしては、まあ、あのくらいか、あともう10個ぐらいだと思うんですけれども、いっぱい言いました。そうだよ、そうですよそう、なんかもう言われたんですよ、え、カイリ大丈夫って、今日の配信、あ、今日の DMM の相談の内容は確認しないけれども、カイリの今から発表する悩み本当に大丈夫って、もう運営批判じゃないよねとかしません、そんなことしてませんとか、ちゃんと放送できる内容だよねって、ちょっと心配なんだけど大丈夫かな、ちょっと耳打ちするって、西西さんたちに言わないからいいよ言ってって言われてそんな、そんな
丈夫です、なんかすごいあの心配されてたんですけれども、マネージャーさんに全然大丈夫でしょ当たり前ですが全然大丈夫な内容となってたはずです。まだ見てない方はちょっと12時に DMM さんにてアップされるのでぜひ見てくださいなんかこの企画はななこさんが企画してくださったらしい。イエイ。そうなんですよ。それであの、うん、台本じゃないです。なので台本は台本に書いてること何一つ喋らなかったというか、なんか何でもいいよみたいな感じだったので、あの私は私らしく話しました。だから話す内容とか事前に西西さんに伝えていたわけではなくて、なんかあの場でポーンって全部言い放ちましたフリーですよ。だからもうなんだろう、もうショルームみたいな、なんだろう、でもコメントが見れないからそれより難しいか、なんだろう、本当に何もない、椅子座ったのと電話取る練習をしたくらいで、だからまさか私がツッコミのこれとかやるかと思わなかったし、これもやると思わなかったし、なんかそう、こんな私がそんなテンションになるとも誰も思わなかったという、全部アドリブ全部全部で、なんか私アイニャさんがこう踊りながらツッコミをされてて、なんか私それはね、あの練習されてたと思ったんですよ。で終わった後にアイニャさんってその踊るツッコミすごいかっこよかったんですけど、練習なさったんですかって、練習用意されてきたんですか、すごいですねって言ったら、そんなの用意しないよって言って、逆にここでじゃあこの振り付けしながらこうやってツッコもうって考えてたらやばくないって言われて、私確かにお家でこう一人で踊りながらツッコミの練習してたらちょっと変かなって思ってでそれも言われてみたら、あ、そっかって思ったんですけれども、でもあの場でああいうことができるのってすごいかっこいいなと思いまして、あれだから本当の無茶ぶり、本当のアドリブの無茶ぶりで、私もなんですけどアニャさんもで本当に面白かったです。あれやばいですなんかあの私上手の3列目、いつもみんなが座ってるさ3列目で見てたんですよ、そのアイニャーさんのことを。そうした時にすっごい面白くって耐えられなくなっちゃって、うん、やばかったです。え、そう、あれに反応する速度もすごいですし、2回されたじゃないですか、振り付けが変わってたのですごいって思って、なんかこう手回すやつとなんか手クーンってやるやつだったから、えーすごいってもう好きになりました。なんかアイナーさんがなんかこう突っ込まれてるの、突っ込みをされてるのすごい好きかもしれないそうなんです。終わった後はその残りのねメンバーのやつをね、あのそのファンの方がねいつも座ってらっしゃるところから見てましたあ、芸歴5年の方ですか。じゃあ私芸歴3年目すごい面白くって、あ、今日来てよかったなと思いましたね。はい、うん、いや確かにあの、え、そうなんですよね、なんか村長は村長は面白かったです。村長も村長で面白かったです。今後もメンヘラキャラで行くのって、ええ、ちょっとそれは分かんないんですけれども、でももともとなんかこんな姿をみんなに見せようと思っていなくって、なんかむしろこういうのはね発信しない方がいいんじゃないかと思って、ずっとメンバーとマネージャーさんの前で
ではまあちょっとこんな感じに近いけど、でもそうなってたんだけど、でもなんだろう、こういう姿をねギャップとして見せてもいいんじゃないかって言われて、って最初は言ったんですけれども、なかなか見せていない姿をね見るとね、こうみんなもね驚くと思うし、多分なんかもう見てて飽きない存在になりたいなってずっと思ってたので、ああじゃあそれならいいかもと思って、今回そういうそういうチャレンジにしました。はい、そうなんですよ、本当にもうね貴重だからみんな多分もう分かんないけど、まあああいうコンテンツがないとしないと思うのではい、帰りの第2章1章いつの間に終わってたんですか分かんないけれども、じゃあ第2章ですか。はい、そうですね、はい、必見です、皆さん見てください。笑いに目覚めるかりちゃん、お笑い芸人さんのようにでも面白い方がねいいですよね。 MC とかもそうですし、何かのまた番組がねできるという時も、うん確かに、なんか研究生はあのボケが非常に多くてですね、ボケの渋滞してるので、じゃあ私が今日みたいに突っ込んでいこうかなって思います。晩は、そうなの、ボケだらけだよ。でもそれ面白いんですけれどもね、特にすごいのが村長ですかね、かましてきますねじゃあそれに対抗できるように、はい、じゃあボケをツッコミを頑張ります新境地、新境地ですね、帰り伝説。そうボケの収集がすごいの、大量なのよ。ガラパゴス、あのガラパゴスっていう単語初めて聞いたんですけれども、あとそのガラパゴスの一個前のなんかちょっとなんだろう、アンテナがついてる携帯初めて見た。黒電話はサザエさんとかで見たことがあるんですけれども、何あのアンテナがある携帯何って思って、ビヨビヨビヨってなってて、 PHS って何、何 PH って、それが分からなかった。うん、あれなんですか、携帯電話の前、携帯電話の前っていうかスマホの前のガラケーの前かな、ピッチって言うんだ。私がねあの電子レンジでチンした携帯は折りたたみのガラ携帯でした、お父親の確か。へえ知らなかったね、泣いた、 PHS 知らなかった。だからアーニャさんとか真剣に突っ込まれてたんだけど、え何これって思っていや普通に何これって思いましたね。はい、へえ電子レンジでチン、そうだよ、それがガラケー、あガラパゴス携帯がガラケーっていうことか、なるほどね、ガラケーの一個前がガラパゴス携帯かと思ってた。ポケベルは聞いたことあるけど触ったことないかもしれない。そうそうなんだね。なんか私は高校生に入ってから携帯をね持たせていただいて、スマートフォンだったのでね、だからガラケーは使ったことないんですけれども、あ
ガラパゴス携帯の略か、ガラケーって。なるほどなるほど、そうだよ。カエリちゃん iPhone です。 iPhone、 うーん、結構最近かなそれって。ポケベルサービス、あ、ポケベルってサービスが終わっちゃったの？料金安かったの昔のより。泥系？何ですか泥系って。軽泥？わからない。ジェネレーションギャップですかね。なんかさ、あのお弁当食べるときに、なんか奈々子さんがなんかあの脂っこいものとか食べ過ぎると胃もたれするとか、甘いもの食べると胸焼けするって言っていて、なんか私なんだろう、確かにずっと脂ばっかり食べると飽きちゃうのは分かるんですけれども、なんかね胃もたれするっていう感覚になったことがまだなくって、だから胃もたれってなんだろうって思ってて、お弁当選ぶときにあのなんかもうすごい、何でもいいから好きなの食べなって言ってくださって。そう、私まだね分からないそれ。まあ確かに油、もう油の塊みたいなものはね、油の塊ある売ってるじゃないですか、あれはさすがにちょっと食べれないんですけれども、お肉は食べれるし、なんか胸焼けとか意味がわからなくって、うん、まだ全然大丈夫。うん、全然それは大丈夫ですかね。酔うとかも、あのバスとか電車とか車に酔うとかもあんまりないような気がする。まだまだよ、若いからなのね。本当に若いからなのかな。え、お腹痛くなるんですか。だからそのまだ胃もたれするとか胸焼けするっていう感覚が分かんなくって、もう足をつるって感覚分かんない分かんないというか、なんか、うん、そうなんですけれども、お肉二口までだって、え、食べれないじゃん一枚も。乗り物用体質、あー腹筋とは違うの。え、い痛くなるの、あいしゃーみたいな。あー、かえりちゃんは肉派魚派？お肉だったら私は豚肉と鶏肉派で、あの魚だったらサーモンとネギトロ派。そうなんだ、足つったこともない。なんかねよくわからないんだよね、つるっていうのと。ムカムカ怒ってんの。そう、そんな感じですかね私は。今日の夕飯はとんかつって、あらいいの。ノルウェー産のサーモンですか。なんかそれムカさんおっしゃってた、ノルウェー産のなんだっけ、サバだっけ、ノルウェー産だっけね。あ、エビは食べれません。筋肉が固まる、多分なったことないかも私。なんかそんなに苦しい思いをまだしたことないです。ちょっと痛い時は確かにあったんですけれども、みんなが言うほどじゃない。ナルエさんのサバか。脂身が乗ってて美味しい。だってサバって、待って、あれか、あの骨を取るのに難しいやつ。カニは全然いけちゃいます。カニはカニ味噌以外いける。あとか、私ね昔ねカニの灰を食べそうになったの。なんかあの修学旅行の時にカニが出たんですよ。でなんか結構私の周りカニが苦手な子が多くって、なんかみんながいらないって言うから、え、じゃあちょうだいよって言って4匹ぐらいもらったんですよ。でなんかそれで
私足は食べれるんですよ。カニの足とか手とかは食べれるんですけれども、カニのここの開け方が分からなくって、しかもなんかその何味噌の位置が分からなくって、えこれどうやるのって言ったら友達が開けてくれて、えこことこことここ食べれるんだよみたいなこと言われてね。でえってなんか変な色してるよって、大丈夫なのかなって思って、これグリグリに取って食べようとしたら、先生に帰り待ってそれは灰だよって言われて、灰灰って待って、カニって灰あるのかなって、だってえいや魚じゃないや、甲殻類灰ってあるんだって思ったんですけれども、それをね私食べようとしちゃった。分かんない、灰があるのか分かんないけれども、まあ先生に止められて、でお家でねカニ味噌を食べたんですよ。なんかえ親に騙されたと思って食べてみなって、ネギトロみたいに大好きになるよってなんかすごい言われて、で妹が食べた時にもう妹が泣きな、もう半泣き状態になって、もう無理無理って言ってて、だから私も苦手で、でもカニの手足は大好き。だからよくあの寺泊まり、あ新潟の方は分かるか、新潟に寺泊まりというね、あの何お魚屋さんとかね、甲殻類がね売ってる、新鮮な海の幸が売っている市場のようなものがあるんですけれども、その寺泊まりでねよくカニを購入して家で新聞紙敷いて食べるというのがあります。そう、新潟の方は分かる、寺泊まりです。うん、ね、カニの種類は分からないな。そう、騙されたと思って騙されたわけ結局苦手だったということですね、はあ、そうあと7分だ。新潟のアメ横って、アメ横なのかな、えどうなんだろう。あとふるさと村というところでもねありますね。そうだよ、人いっぱいいますよ。伊勢海老食べれるね、食べたことない、食べたことありませんよ。ベニズワイ、あ聞いたことある、ベニズワイガニ、伊勢毛ガニ、上海ガニ、あちょっとカニの種類わかんないんですけれども、カニを食べるのは好き、あのエビは無理だけれども好き。ウニも苦手。あピアバンダイでも買いますね、あのドキメッセの近くのあっち。ヤドカリって食べれるんですか食べたことないのまだ。うん、新潟はズワイかな、だってじゃあズワイらしいです。うんねえ、新潟結構あるのかな、あるの、ザリガニ食べられない、食べられないって言ってるでしょ困ってるのよ、食べれなくって、カタツムリ食べれるよ、だって、食べたくない、ああありますよねカタツムリ、うん、タニシはだって、え食べたことあるっけ言ったっけ、そんなこと言ってないでしょ、食べませんよ食べれないって今日も相談したのにさ、ザリガニ、えエビじゃなくてまさかのザリガニとか、ちょっとえカエルも食べない、そうなんです、某さあの何レストランにあのエスカルゴという名前で、エスカルゴという名のカタツムリが、カニちゃんこんばんは、フルワニの肉食べたことない、ないですね。そう、某レストランにありますね。はい
はまだ大丈夫です。まだ大丈夫。なんか原型がないのでまだ大丈夫です。そう。なんか冷やし中華は今日のお昼冷やし中華だったんですよ。そう。でも全部食べました。冷やし中華。ゆかりって何？ゆかりってあれ？あの酸っぱいやつかな？全然食べれる。うん。なんか冷やし中華何が苦手？なんか麺の味かな？冷やし中華の麺の問題かな？なんだろう。うん。という感じですかね。夏になってきたね。なってきた。今日はねメールにも書いたんですけど、課題がもうわんさか課題がね今やることがあって、課題って勉強の課題じゃなくてお仕事の課題なんですけれども、なんかさ勉強の課題と違ってゴールをさ自分で決めれちゃうというのがね難しいところですね。誰って感じかなね。なんかさこのワークをやっといてくださいって言って、ワークやって丸付けして答え合わせして提出とかじゃないじゃないですか。なんかその限界とかさ妥協点を自分でさ決められちゃうし、また自分とは違った観点で皆さんに見ていただくというので、すごいなんだろうヘビーなんです。ディフィカルトなんですね。うん、でもその分なんかワークとかやるよりはみんなに褒めていただけるし、反響もいただけるし、やっぱりねファンになっていただけたり好きになっていただけるというね見返りがもうワークテストよりもいっぱいじゃないですか。だからね頑張ろうって思います。はい。そうなのよね、そこがちょっとねあの難しいところではあるんですけれども、じゃあギリギリまでこの向上心でいきたいと思います。そうベリーベリーディフィカルト。あとねドラさんのね4人でね何かあの配信企画やりたいなって、でも話したんですよ、あのあれでメールじゃない LINE で、でもね思い浮かばなくて何かやりたいですということでね、じゃあ何かできますように。明日の配信予定は、明日はきっとねお休みかな。ということで、じゃあ今日も一日家事育児会社出勤その他もろもろお疲れ様でした。おやすみ村みー村バイバーイ。あなんだっけ、うん